あ、いや、いけたいけたいけた、ゴー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 、これはドンブーマイ、よけましたね。おーおーおー、連れてきた、すごい。さあ始まりました、プレイステーションもっと楽しむトーク番組、プレイステーションプレゼンツプレイプレイプレイ、 MC を務めます松島あつれです。よろしくお願いします。さて今回はですね、モンスターハンターライズを紹介していこうと思います。ゲストはこの方、ハプコンのプロデューサーの南谷です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてですね、今回は4人でマルチプレイをやっていこうと思いますので、ハプコンのスタッフさんにご協力をしていただこうと思っております。よろしくお願いします。さあここはどこですか？大社塔と言いまして、はい、プレイヤーが初めに訪れるエリアになります。わーい。あ、なんかいますよ、味方が。お、そうですね、これ新しく追加されたお供ガルクと言いまして、はい、乗って素早くフィールドを駆け回ることができます。丸ボタンを長押しで乗れます。あ、本当だ。はい、さらにL2 ボタンを押すことで、はい、ドリフト状態になって離すとさらに加速すると。速度がで、壁に近づいていただいて、はいはいはい、少しの壁だったら R2 ボタンを押すことで駆け上がれたりするんですけど、はい、ここはおお、どうでしょうか。本当だ。すごい簡単。しかもで、あまりにも高い壁は登れないので、はい、それは降りていただいて、今作のかけり虫というシステムを使って登っていただくことになります。この下に出てるのがそうですね、かけり虫ですね。ですです、これして三角で、もう一回三角、はい、危ない危ない危ない、でもう一回三角。ちょっともう一回三角。登れましたね。でこれを利用することで、すごい高いところまでも行けるということです。なるほど、はい、またこれ攻撃にもつなげられるってことですよね、きっと。そうですね、飛んでいる、はい、出ました。攻撃ボタンで、そうですね、そういう風な。これですね。はい。なるほどなるほど。この攻撃たくさん当てることでモンスターを総流状態ということにもできるんで、また後で試してみてください。わかりました。今回 3D オーディオに対応していますので、はあ、滝の音も上下で。確かに。例えばもう後ろでバシャーンみたいな音とかがすごい立体的に聞こえましたよ。より没入感がある音になってるかなと思います。あ、焼いてる焼いてる。R3 ボタンを押し込みで、はい、そうですね、マップにどこにいるかが表示。あ、本当だ。あ、そうですね、来た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 。人玉鳥と言いまして、フィールドにいる環境生物なんですけれども、はい、うんうん、たくさん取ることで体力が増えたり、はい、狩猟に有利な効果があります。やった。その先、あ、いましたね、いましたね。あらららら、らこれはよっ、おお、なんかこう乗ったまま、そうですね、乗ったままでも攻撃ができるんですけども、はい、やっぱりそうですよ、ね、本気で戦うときは降りた方がいいです。はい、はい、5、2、3、はい、よっこいしょ。お、いいんじゃないですか。1、2、3、はい、お、1、あ、お、なに、あ、乗れた。これが先ほど言っていた総流ですね。わあ、すごい、移動しましょう。なんか、はい、行こう行こう。逃げよう。わあ、すごい。この状態で他のモンスターに攻撃したり、はい、そう、壁に突進してモンスターをダウンさせたりすることが。なるほど、今こうやって今壁に当たって、はい、できたってことですね。そうです。最大3回まで壁に突進させることができます。はい、的確に当てていってますね。そうですね、押さえ槌はこの尻尾での攻撃が強力なんで気をつけてください。はい、お、逃げてきました。移動しましょう。そういう時はまた、そうです、乗りたい。よし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 、あ、ちょっと遠いです。それがこれが当たれば、あ、あれ、討伐達成、早い、狩猟できましたよ。4人いますから早いですね。早いですね、いいですね。タマミツネは大きく素早く移動するモンスターなので、はい、気をつけてください。よし、気をつけ、危ない危ない、あ、いや、いけたいけたいけた、ゴー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 、みんな頑張って。お、すかさずタメ切りが、
オッケー、いいですね、いいですね、ダウン、壁に、いいよいいよいいよ、壁にドーン、おお、ナイス、さらにさらにさらにドーン、お、2回、そしてさらにすごいすごい、ドーン、ナイス、ナイスですね、よいしょー、 V 判定もできました、いいですね、よいしょ、あいしゃー、もう私何でしょう、怒りました、おい、まがいまがと、このタイミングですごい、うわー、色が綺麗、まがいまがとと戦ってみましょうか、まがいまがとと戦ってみましょうか、そう、戦ってみましょうかっていうので戦える相手でしょうか、ちょすごい、大丈夫か、よいしょ、まがいまがとも普段はゆっくりした動きなんですけども、はい、急に速い行動をして強力な攻撃をしてくるので気をつけてください、危ない、大丈夫でした、大丈夫でしたね、ああ、なんかハンター2番さんとハンター3番さんは違うところにいらっしゃいますね、ハンター4番さん乗ってますね、行きましょう、あ、ナイス、当ててからのスタコラさして、からの、お、うまい、ここちょっと当てるの難しいのに、からのからの、そこも、あ、ナイスです、 OK、 ここも頭は私が本当はいるべき場所じゃないんですけど、あ、間違えた、よし、あ、なんか、おおおお、連れてきた、すごい、連れてきたモンスターで行こう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 、すごい、大回りしながら、マガイマガットに戦ってくれています、すごい、レイヤーと戦ってくれてる、そうですね、姫、ありがとうございます、結構大きなダメージで、そうですね、はい、ちゃんとその連れてくるために頑張ってたんですね、そうですね、いけるか、よし、当てられた、よし、で、オッケー、よいしょ、お、V 破壊、うわー、でも尻尾が、お、いけてる、ちょっといけます、危ない、危ない、その位置は、よいしょ、ナイス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 、よし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 、見えてる見えてる見えてるよ、ナイスナイス、ブブブブブブブ、あひゃ、食らいましたが、あ、これはドブない、避けましたね、すごい迫力、危ない、危ないですよ、危ないですよ、危ないですよ、 OK、 あと少し、お、足を引きずっていますね、ねえ、お友ガルクに乗りながら砥石みたいなことって、そうですね、できちゃう、できるんです、移動しながら回復したり砥石を研いだり砥石で研いだりして準備ができるんですね、飲みながら、あ、なんか登ってったな、お、あ、何ですかこれ、これ丸ボタンを押していただいて、お、大かけ虫というものがありまして、はい、一気に、お、きょー、ジャンプすごい、なんという便利、そうです、またそこにもあるので、あ、ほんとだ、ふむふむ、また一気に、あ、よし、ぴょん、わあ、すごい、あ、寝てる、はい、おいよ、お、いい画面に出ましたね、おいよ、大変だ大変だ大変だ、おお、今紫色に私なってますね、ます鬼火まとい状態になってますので、はい、かけり虫で移動してこの鬼火を振り払ってください、はい、これ倒しません、あ、爆発した、あ、倒した、あとは一体だけですね、わあ、メインディッシュに玉三つねちゃんになりましたね、あ、もう結構遠くにいらっしゃいますね、飛んだ方がいいレベルですよね、そうですね、もうメインキャンプに飛んじゃう、はい、そこからこれ楽ちん、いつでもファストトラベルで移動できます、できますね、できました、はい、あ、いた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 、いました、いましたよ、一旦さっきね戦ってましたけど、お、ナイス、この方は今再びの、よいしょ、ダメか、おお、よいしょ、おー、かけり虫受けにできました、今できました、はい、あ、いいですよ、いい戦いっぷり、よしよし、おお、結構これなんかお腹空いてますね、ちょっとお腹空き、何ですこれ、ハワイアラリーになって足が滑る状態になってます、あ、今チュルチュルしてるんですね、すごい滑る、打ち消し拾ってくればよかったな、お、あれ、私がツルツル滑っている間に食
クリアして容赦がないですねちょっとグッとグッとグッとしておきましょう。いやでもできることの幅がめちゃくちゃ増えてて面白いですね。そうですね、それとスピーディーに狩りができるようにね、はい、お供のガルクに乗って砥石で武器を研いだり回復薬を飲んだりできるようになっております。こう何でもできるし、こう移動しながらこうできるっていうのが本当に今までありましたもんね。モンスター移動するとき、じゃあ一回研ぎますか、そうですね、一回ね待つ時間みたいなありましたけど、はい、それが今作ではよりスピーディーに狩りを楽しめる作品になっています。ナイス、クエストクリア。モンスターハンターライズですが2023年の1月20日発売予定です。限定特典もありますのでチェックしてくださいね。プレイプレイプレイアンケートキャンペーンのお知らせです。アンケートにご回答いただいた方に素敵なプレゼントをご用意しています。詳しくは概要欄に記載していますのでぜひ参加してみてください。ということでモンスターハンターライズいかがだったでしょうか。次回はあのモンスターに4人マルチプレイで挑みます。ぜひ楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。プレイステーション。